どうもバウです。移住は本日はこちら堀川遊覧船に来ております。と言いますのも船頭体験を今からやりにしたいと思います。堀川遊覧船、国宝松江城を囲うお堀をゆったり進む屋根付きの小さな船で、船頭さんの軽妙なガイドトークを聞きながらゆったりと城下町を眺める船旅をお楽しみいただけます。過去に何度か乗せていただきましたが、今回はなんと船頭さんの体験をさせていただけるということでやってきました。バウは待ち受ける5つの難所をクリアすることができるのか、それではご覧ください。どうぞ。はい、皆様、本日はぐるっと松江堀川巡りにご乗船いただきありがとうございます。それでは出発いたします。これから松江城を囲む内堀外堀の堀川 3.7 キロを約45分で一周します。どうぞごゆっくりと城下町松江の風景をお楽しみください。ご案内役船頭はバウと申します。どうぞよろしくお付き合いくださいませ。左手に茂っている樹木は主にエノキ、タブの木でございます。ちなみに松江市の花は椿とボタンで、木は松と桜でございます。これから宇部屋橋の下を通りたいと思います。長さ40メートル、幅が両サイド10センチほどしかございませんので、当たったらすいません。屋根を下げます。大丈夫でしたか？いかがでしたか？大丈夫です。あ、ありがとうございます。よかったです。はい、これから通る橋は幸せな橋と書きまして幸い橋という橋でございます。この橋を通りますと幸せになれると言われておりますので、これから私ですね、毎日通ろうと思います。幸せになりたいです。頑張れ。ありがとうございます。次はカラコロ発着場でございます。最初の発着場です。難関です。うまく発着できるでしょうか。上手。はい、ありがとうございます。お願いします。行きます。行ってきます。低いところが神戸橋。神戸橋は、下げ、何を下げても上がる難しい、はい、ところいや、行きたいと思います。では屋根を下げます。左手をご覧ください。お城が見えてきました。続きまして大手前発着場に止めたいと思います。
最後に、はい、北斗車するときに逆噴射かけると、はい、コンベスーって止まる。今大丈夫でしょうか。今大丈夫。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。できまーす。先導でございましたが、本日は堀川遊覧船にご乗船いただき誠にだんだんありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございます。はい、ありがとうございました。へぇ、疲れたでしょ。はい疲れる。先頭さん70代のおじいちゃんおばあちゃんたちが毎日やってる。へぇ、すごいっす。やっぱり僕はやっぱバックが難しくて、バックがついてなかったんで僕が乗ってたボートは、あとやっぱり操作するのと説明するのが本当に何回も乗らせてもらってるんですけど、このなんていうんですか、その日に合わせて言うこと変えてるじゃないですか。いや、そこはもうプロフェッショナルだなと思って。まだまだ船頭への道は遠いです。遠いですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の最近は移植状をお渡ししたいと思います。ありがとうございます。期待しています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。いや、いただきました。逃がしてしまう思いです。はい、これからも、はい、頑張って天然会社として頑張りますので、これからもよろしくお願いします。それではだんだーん、だんだーん。